どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが11月10日の日曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。この動画をオフの情報収集にご活用ください。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ。 今回は来シーズン3年目を迎える、いつぼ選手の現在地、そして藤川監督の最新評価についてです。いつぼ選手は2年目の今シーズン、ルーキーイヤーから新たな進化を見せてくれました。というのも昨シーズン1年目は、2軍で93試合に出場し、226打数56安打で、打率が2割4分8厘、ホームラン3本、打点が34、盗塁4つ決めて、出塁率は2割9分3厘、OPS が652、そして三振率は1割7分8厘、春先からものすごいペースで打ち続けましたが、 中盤から後半にかけて、少しバッティングの状態を落としてしまって、一番打率が高かった時と比べるとまだいたい。1割ぐらい落としてしまっていたんで、今シーズンはいかにその調子の波を安定させられるかという。ところで、2年目の今シーズンは105試合に出場し、273打数75安打打率が2割7分5厘ホームラン2本打点が28。 盗塁は15個決めて、出塁率は3割3分、OPS が667、そして三振率が0割9分と。まあ、今年もいつ選手は春先から打ちまくり、7月の中盤までは打率3割をキープしていたんですが、もう去年はそこからどんどね、まあ、調子を落としてしまって、最終的には2割5分を切るラインでしたが、今年はガクッと落とし切ることはなくて、まあ、なんとか2割8分、7分台をキープし、最後は2割7分5輪でフィニッシュという流れ。ま、いつぼ選手は将来的にトリプル3を超える、トリプル3.5。 大きな目標を掲げていますが、昨シーズン4盗塁から15盗塁と、この数もしっかり伸ばしていき、まあ、三振率が1割切ってるというのは、もういつ選手の大きな特徴でしょう。バットに当てる能力が高いということですから、その分おのずと打率が上がってくる可能性も高いと。とにかく去年よりも、交付調の波を小さくできたという印象です。まあ、そんないつぼ選手を2年間、2軍監督という立場で見てきた和田コーディネーターは、いつぼ選手に対し、メンタル面の強化を課題に挙げています。ただそれと同時に期待値も高く、秋のキャンプで一軍 クラスの選手もいるし全部吸収しながら活かしていけばいいんじゃないかなとさらなる成長とアピールに期待しています1年目から2年目にかけて外野の守備につく機会も増えましたし我々ファンとしても次世代のセンター候補として期待していきたい選手の一人ですでそんないつぼ選手なんですが藤川監督のこれまでの発言そして紅白戦での評価を見ていてもかなり期待されているということが推測できるんですねというのもまずそもそもの話としていつぼ選手は独特な打ち方だけどこれはいじらない方がいいと、まあ、評論家時代からいつ 選手の特徴的なフォームに言及していて、まあ、実際今もそこに指導が入ったりなんてことはありません、まあ、2年間で多少の微調整はありますけどねで実際監督に就任しフェニックスリーグに視察を訪れた際前川選手や野口選手のことを言及しながらいつも,も打ったしと自らこのように言及そして11月の3日に行われた第1回の紅白戦ですね 藤本コーチは1、2番はよく監督と話し合って決めたと。このように話していましたが、その1番に入ったのが中野選手と伊津穂選手。ちなみにこの日は3打数ノーヒット、1本出なかったんですが、藤川監督はその伊津穂選手について、いつもも内容が良かった。追い込まれてストレートを打てるとか、センターラインにも打てるという意味で特徴は出たんじゃないかなと。やっぱり追い込まれた後の対応のレベル感というのは三振率が物語っていますし、まあ、ストレートをしっかり振り抜けるというのも伊津穂選手の持ち味かなと。で、その中で昨日行われた第回 の紅白戦一歩選手は3番に入りました佐藤選手前川選手一歩選手の並びファンとしてもワクワクしますね ま、期待値が高いことも推測できますが、そのゲームでいつ選手がいきなり見せました。というのも初回戦闘、佐藤選手がフェンス直撃のツーベースを放って、前川選手は三振に倒りましたが、いつ選手がレフトへのタイムリーツーベース。第1回の紅白戦は両チームとも無得点だったんで、まあ、藤川政権初打点ということにもなりましたね。これはまたいいアピールになりました。やっぱり強く振りながら、コンタクト能力が伸びてきてるというのがいつ選手の特徴。で、昨日は津田投手の148キロのストレートを引っ張り込んだんですが、いつ選手はその場 バッティングを振り返ってまっすぐに遅れないようにまっすぐをしっかりと打ち返せるように守備総類バッティング全部を一流のレベルに持っていけるようにやっていきたい監督が変わった時がチャンスだと思うここで一気に一軍に定着できるようにやりたいとこのようにコメントこの秋は脱力打法を意識してバットがスムーズに出るようになったと手応えも感じていますがそんないつも選手に対して藤川監督は彼自身がもう一歩大人への成長と言いますか 次のステージに上がるチャンスはあると思う。ものすごく能力が高いことは重々わかっている。彼を引き上げたいというか、チームとしても今後、非常に大事な存在になる選手なんでと、このように絶賛。近本選手の後継者、次世代のレギュラーセンターになり得る選手だからこその発言なのかなと、期待度はめちゃくちゃ高い。そして昨日の紅白戦は、いつぼ選手が所属する赤組が打線が機能し4対0で勝利。結局この一打が決勝点という形にもなりました。さあ、このように来シーズン3年目に向けて、順調にアピールを重ねているいつぼ選手ですが、 来シーズン初のの軍昇格を掴むことはできるのか藤川監督が大人への第一歩次のステージに上がる可能性十分あると、まあ、これは一軍昇格を示唆しているでしょう、まあ、本当に来シーズンも外野枠争いは本当に熾烈ですがそこにいつも選手は割って入っていけるのか で、まず最新の外野事情を見ていくと、センターには不動のレギュラー、近本選手がいます。で、ライトでは自らの地位を確立しつつある森下選手。まあ、昨日の侍ジャパンでもいい活躍でした。まあ、この二人はよほどのことがない限り、ま、一軍は当格と言っていいでしょう。そしてレフトには今シーズン、一軍でフル態度をした前川選手がいます。まあ、森下選手も一度抹消期間がありましたからね。まあ、外野手で一軍フル態度をしたのは、近本選手と前川選手の二人だけ。こう考えるとすごいです。ただ外野手ってそもそも内野手みたいに、人前後登録 登録するるわけににもいいかかず大体5人から6人らの登録になっている、まあ、しかも内野手でいうと、上田選手や熊谷選手など、一軍でバックアップ経験豊富な2人も、外野を守ることができるんで、おのずと枚数は限られてくると。そして同じ外野枠を争う右バッター、井上選手は一塁練習にも力を入れてるんで、まあ、外野一本勝負のいつぼ選手に求められるもの、それはもうズバリ打力でしょう。まあ、将来的にはトリプル3.5を狙いたいと公言しているいつぼ選手ですが、もう一軍の外野手に求められるのはバッティングですよ。 足と守備も武器にしていってほしいですが、前川選手もバッティングの方を買われて起用され、そこから経験重ねることで、守備も徐々にレベルアップしています。ですので、まずはバッティングでのアピール、ここが求められると個人的には考えます。で、正直高卒3年目の選手が途中出場、まあ、代だから1軍経験をというのは考えにくいんですよね。 まあ、ただでさえ難しいポジションなのに、一軍経験ゼロの選手が、そこに入っていくのは現実的に難しい。まあ、ですので、一気にレギュラー取りというのが、まあ、いつも選手が一軍に定着するための一つの条件になるんじゃないかなというふうに感じます。まあ、ですので、まずライバルとなってくるのは、いつも選手にとって一学年上の前川選手じゃないですかね。まあ、森下選手はちょっと今年で頭一つ二つ抜けたところに行ったかなというふうに感じますし、やっぱりレフトバック争いは本当に激しくなりそうです。まあ、このあたりはまた別途動画で解説できればなというふうに思いますが、 同じ右バッターなら野口選手小野寺選手そして豊田選手などライバルは多いです。 で、特に豊田選手は第1回、第2回の紅白戦、それぞれマルチアンダーを記録。で、藤川監督はその豊田選手について、一番状態がいいというか、今年伸びてきた選手なんじゃないかな。バッティングの内容もいい。27歳を迎えて、若い選手より時間がないと思ってるでしょうから、その危機感はこちらも十分分かってる。非常に楽しみ。毎日見させてもらってますと、このように高評価。で、あと紅白戦で言及された選手をざっくり見ていくと、キャッチャーなら栄田選手ですね。打ったのは佐藤蓮からですか。 二軍で組んでるでしょうから、慣れてる部分であの対応ができた部分があるんですけど、ああいう場面で打つのはアピールになったのかもしれませんと、このように話し。そして中野、島田、小畑とかも取り組んでることが結果に出たのかなという気はしますねと、それぞれ言及しています。このように二回目の紅白戦を終えて、レギュラー選手、そしてこれからレギュラーを狙っていこうという選手たちに対し、それぞれ言及していった中で、やはりいつも選手への期待度が高いことは伝わってきます。この秋に一体どんな成長を見せてくれるのか、引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回 この動画ではタイガースの最新情報をまとめご紹介していきました。いつも選手は来シーズンで高卒3年目を迎えますが、前川選手も今年まあ、高卒3年目という立場で一軍フル体操に成功しましたからね。まあ、監督も変わればチャンスが広がる。いつも選手はこのように話す中で藤川監督はそのいつも選手を見出そうとしています。まあ、とにかく今後けがなく秋走り切ってもらって、それを春に繋げてほしい。さらなるアピールも引き続き期待していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報それぞれどのように考えますでしょうか。 よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者6万1500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者6万2000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。 ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラホー、ありがとうございました。彼を引き上げたい、藤川監督のこの言葉一つ見ても、いつも選手への期待度がわかります。来シーズン3年目、どんな姿見せてくれるのか、楽しみにしていきましょう。ではまた。